1>, 1から五ニア諸島1アッツ島二アガッツ島3から五セミチ諸島3アライド島4ニズキ島5シェムリア、島6ブルダー島7から15ラット諸島7キスカ島8ショウキスカ島9セグラ島10クボストフ島11ダビドフ島12小スイッキン島13ラット島14アムチトカ島15セミソポクノイ島アムチトカ島とはアメリカ合衆国アラスカ州の南西に伸びる アリューシャン列島のラット諸島に属する島の名前である。約六十四キロメートルの長さがある。元来、アレウト族の居住地であった。七百八十三年から七百八十七年をアムチトカ島で過ごした漂流体験者、大黒やコーダユーの体験を綴った北ッ文略によれば、七百八十年代当時は、アザラシなどの毛皮を求めるロシア商人が来島し、 公益を目的として常駐していた。1867年3月、アラスカ購入でアメリカ合衆国領となる。3回の核実験が行われた島内の場所カニキン実験のため、地下に降ろされる W71 型核弾頭1967年、アムチトカ島はアメリカ原子力委員会によって核兵器用地下核実験場に選ばれた。委員会は、 島の多くの動物を島外に移動させた。そこで行われた3回の核実験は多くの論争を引き起こした。核兵器実験フィルムミルロテストロスアラモス国立研究所によって示されたこのフィルムはマンドレル作戦の一部であるマンドレル作戦について意見を交換するための叩き台となった。ビデオフィルムの中でナレーターはこの実験の理由をこのように要約する。 ミルロ実験の目的は兵器ではなくこの島自体をテストすることなのです。実験に先立って地下線2 0 0メートルに埋設されたその核実験装置は1969年10月2日にアラスカ州アムチトカ島で爆発した。これは1.2メガトンの核出力が得られた。ミルロ実験は今まで以上に大きな威力の核実験が この島で問題なく実施できることを証明するものであった。ビデオ番号080038を見ると、その島妹の科学的見解と、さらなる第二次世界大戦時の活動が散見される。追加の場面では、核実験の前後での環境保護活動と安全保障活動がどうなったかを示している。核爆弾と機材パッケージは実験用縦口の中に降ろされるのが、 このフィルムに映っている。ネバダ核実験場と異なるクレーター生成が行われている。1971年11月6日に行われた過去最大級の地下核実験。大陸間弾道弾を迎撃するミサイルの作動を確認するものであったが、実験にあたってはアメリカ国内でも大きな反発が起きた。リチャード・ニクソン大統領が 国家の安全保障にとって絶対に必要とする見解を出したほか、市民団体が連邦最高裁判所に実験停止を求めた上告が実験数時間前に却下するなど実験直前まで反対運動が行われた。爆発時にはマグニチュード5.0の地震が発生したが、実験区域から 37km 離れた島内の 司令室に詰めていた関係者や報道陣ら241人は無事だった。この関係者の中には、アメリカ原子力委員会のジェームズ・アール・シュレシンジャー、委員長、夫人、2人の娘のほか2人の上院議員が含まれており、安全性を PR することとなった。県安の放射性物質の放出も地下1800メートルで行われたこと、 地表付近を堅固なコンクリートで被覆していたことから観測されなかった。地震による津波も小さな規模となり、日本を含む太平洋沿岸に被害が生じることはなかった。各実験終了後も科学者による監視が続けられている。2001年には掘削で生じた汚泥がポリエステル膜によって隔離された上で埋没され、その上に植物の種が植えられた。 現在のところ、重大な放射性物質の漏洩は起きていないと報告されている。野生動物保護区となり、アクセスが制限される2025年までは、アメリカ合衆国エネルギー省により監視が続けられる予定となっている。ありがとうございます。